風光は、日本の元女子、プロレスラー、総合格闘家、スポーツトレーナー。本名、石岡風光。奈良県奈良市出身。血液型 A 型。JD スター解散後は、プラファーに所属していた。アイドルレスラーとして知られる。2018年3月まで、プロレス団体スターダムゼネラルマネージャー。元 DDT プロレスリング所属の柿の元の大地と、奈良市議会議員。 柿の元の元気は実の2位。夫はキックボクサーの1期。2009年より芸能事務所プラチナムプロダクションとマネージメント提携を開始。スピード、特に上原隆子に憧れていてスピードになりたいという願望から色々なオーディションに応募していた。吉本女子プロレスからアクション女優の修行のためにプロレスをやると言われプロレスラーになった。 スピードになりたいという願望から何度も詐欺に遭っている。東京に出てきた頃、知らない電話番号から着電があり、ミニスカポリスにしてあげると言われ、そのためにいくら出せなどという詐欺に遭った。この時、母親と仲が良かった、藤田誠にこのことを相談したところ、はぐれ刑事純情派の撮影の合間を縫って調べ、捕まえてくれたという。最初は、 ノースリーブにホットパンツという格好だったが、後にピンクのブラジャーにピンクのズボンに変わった。2006年アストレス卒業後よりコスチュームをピンクから黒に変えた。アストレス時代は入場時にリング上で踊っていたが、卒業後はリングをスキップしながら半時計回りに一周している。デビュー戦から1年以上、勝利を挙げることができなかったため、当時は 女子プロレス界の春うららというキャッチコピーがついていた。エックの席の瞳からは、ダイナマイトならと呼ばれている。JD スター崩壊後の同年9月30日に、初の自主工業、風交際を開催。2009年8月3日、奈良市から主観校特別大使、第2号に任命された。2009年10月21日、 翌2010年春にプロレスを引退することを発表し、3月28日をもって6年間のプロレス生活を卒業した。2011年1月に旗揚げされた新団体スターダムでゼネラルマネージャーに就任。一方で不幸プロレス教室を開校し、教え子をスターダムでデビューさせている。2017年6月、元 NJKA フライト級王者である。 キックボクサーの一期と結婚する。2018年1月7日、新婚さんいらっしゃいに出演。2018年3月28日、第一子妊娠に伴い後楽園大会にて、スターダムを退団。GM 職からも降りる。現在はアメーバブログやツイッターで自身の近況を報告している。またトークショーのイベント等にもゲストで定期的に参加して活躍中である。 ヒグレフ化に関するカテゴリー、ありがとうございます。